こんにちは、今なんです。いつも英語英から1日ほどご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではネイティブが毎日のように使う英語表現を私はクイズ形式でお届けをしております。今から英語表現を2回言うので何と言っているか、そしてどういう意味か当ててください。OK、Are you guys ready? じゃあ行きましょう。I'm all yours.I'm all yours. All yours. 何と言っていたでしょう。そしてどういう意味でしょう。2秒考えてください。OK、では答えです。答えは I'm all yours. 私はすべてあなたのものです。という表現なんですけども、えー、実際どういう時に使うかっていうとあの、どうぞ話してくださいみたいな時ですね。例えば、あのちょっとね、あの今のさんあのお話があって、相談があるんですけどって言われて、えー、OK, I'm all yours. うどうぞ私のこの今の時間、どうぞ使ってください。私はもうこの今からあなたが話す5分、10分ぐらいがいいんですけども、えーはあなたのものですから、どうぞ言ってくださいっていう感じで使うことが多いですね。 Okay、であとはあのまあ恋愛とかでも使うかもしれないんですけどもまあそれは勝手に2人でやっててもらうこと感じのことなので、えー、と今回はもうそこには触れないででも y o u are m a yours なんかあんまりどっちかというとそういう相談とか言わされた時に使うような感じいいですよどんどん話してくださいっていう感じで使う方が多いと思うのでえっ、ー、と恋愛とかでも使っていいですけどもあの気をつけた方がいいですね 勝手になんかそういうふうに思っちゃって、I'm all yours とか言って気持ち悪,悪がられる可能性もあるじゃないですか。で僕はどっちかというとリスクを回避する人間ですので、えー、そういうことは言わないですね。OK。じゃあ、えー、発音いきましょう。こちらです。OK。I'm all yours ですよね。まず、あ、um、んです I'm all. で、all が日本人の方は all って言っちゃいます。おっ。おっ。なんかびっくりした感じになっちゃうぞお なので、おかしいです。あー。あの発音なんですね。で、どういうあかっていうと、顎を手前、後ろに引くわなんですよ。これあんまりやってないですよ、YouTube だと。レッスンだと常に言ってるんですけど。あー。あー。Okay? こんな感じのあーという音です。あー。で、L が重要で、これ大文字の L なんですけども、当てようとして当てない L。L の位置に当てようとして当てない L です。Okay? じゃあ一緒にやってみましょう。あー。 Oh. 当てようとして当てないとなんかよくわかんない音が出ますよね。Oh. その感じがこう止まってるように聞こえるので L が止まってるように感じるというか聞こえるというか認識するわけですね。で、あ、あ、oh、あなんだなとわかります。OK? で、えっ、ー、と、I'm all yours か。で、普段は your ないないって your, your って発音してるんですけど文の最後に来てるんで あとも S もついてるんで、yours っていうふうに言います。yours.S、okay? がなかったら your なんですけども、yours って感じですね。眠いのと眠くないやつで、眠くない方でいきましょう。Okay? じゃあ、つ、え、な、ー、げていきましょうか。ちょっと、はえー、つけようとしてつけない L とか発音しづらいんですけども、えー、この場合はしょうがないのです。やってください。Okay? じゃあ、いきましょう。I'm all yours.I'm all yours. I'm all yours.I'm all yours.very good. いいですね。o、okay? k やっぱりこの発音一緒にやってる感じがなんか良くないですか、まあ、正直言っちゃうと全然わかんないんですけど僕今あのこれで皆さん見るのは多分3日後ぐらいだからわかんないんだけどでもこう一緒にやってくれるんだなって今からも想像するとすごくありがたいんですよね。で前も言ったかもしれないけどバカっぽいじゃん。僕一人これやってたら。 そうでちゃんとでもリアクションあるんだろうなって思うからこうバカじゃないんだなっていう何ていうのかなちょっとした期待というか自尊心をこうキープできるわけですね。Okay? でこれ宇宙人から見たら変ですよねカメラに向かって一人で喋ってるんですよ。火星とか行って火星人が一人でカメラに向かってカメラ電話に向かって喋ってたらなんかこの人大丈夫かなって思うじゃないですか。 それと同じような感覚に襲われてしまうことがたまにあるんですね。これは火星人から見たら火星人人いないからあれなんですけど火星人いないから微妙な例になっちゃうんでどっかの宇宙人ですね。Okay? なんですけども皆さんいてくれるんで、えー、意味が成立するみたいな感じかな。Okay? なので、えー、この場を借りて、えー、ごお,お礼を申し上げます。Thank you very much, everyone.Thanks Thank a lot. Okay. で僕はあまり褒めたりとかお礼言ったりしないんでえ今のはもう貴重な何かなんでえ思い,つかない単語がさっき単語思いつかないんですよねなのでえ受け取ってください、okay.。じゃあえ今初音やったからじゃあもういいのかな終わりかな。そうですね。オッケー So、um, thank you very much for watching and please watch my other lessons too.、Okay? Take care guys! Bye!